まあちょっと今日たまたま用事で産総研とかの方に来てたので、まあその久保さんとは一緒に共同研究とかをやってる縁で、まあ、今回呼んでいただきました。でちょっとなんか僕の研究の話をしてくださいとか言われてた気がするんですけど、ちょっと僕の研究の話入れるの忘れたのでまあなんか本当に研究動向みたいな話になっちゃったんですけど、その、まあ、僕私の研究にちょっと興味を持っていただける方はなんか産総研人口セミナー第4回とかで検索すると、なんかその時のスライドが出てきたりとか、あとはまあ今回お話しするような内容もその内装の授業でちょっと話したりしている内容なんですけど、まあ、オンセッターシステム、オムディピートネットとかでググると出てきたりすると思います。で、まあ簡単自己紹介なんですけど、私は2005年から2009年、その慶応の SFC、1% の天才を出すために99% のをダメにする大学まあ、言われてるんですけど、まあ、そこを出て、まあでなんか修士からその兄弟の情報とか原先生というところでその音声認識とか音声対話システムの研究をずっとしてきました。で2015年から今のナイストの中村研というところに来て、助教をやってます。で、まあ、中村研どういう研究をやってるかっていうと、一応、ベースになっているのは基本的に音声とかコミュニケーションに関わる研究をやっていて、まあ、その中でもその音声翻訳であるとか、あとはその対話、あるいは、それに関わる音声、処理技術全般、あとそのコミュニケーションに関して脳機能の計測をしながら、まあ、コミュニケーションの時にどういう部位が動いているとか、まあ、それの、ノイズリダクションとかもそういったことをやったりしています。で、まあ、一番大事なことはその音声認識、対話、翻訳に興味がある方はぜひナイストの中村研、学生の方は受験してくださって、まあ、企業の方も共同研究をお待ちしています。で僕ちょっと今日教務中に奈良に帰らないといけないので9時17分の新幹線に乗らないといけないので、まあ、ちょっとこれ喋り終わったら帰っちゃうんですけど、まあ、ぜひ興味持たれた方は Twitter でもメールでも何でもご連絡ください。で、まあ、簡単にその音声対話システムって何なのかっていう、まあ、その音声対話システムに関しても皆さん、どういったものかっていうのはイメージつくと思われると思うんですけど、まあ、どういう研究がされてきたかっていうのがバーッと概観したような図がこういうふうに書いてありまして、まあ、本当にイメージつくようなものってのは Siri とか喋ってコンシェルとか、あるいはいわゆるチャットボットに関するものなんですけども、やっぱり古くはなんかイライザとかシルズルとか、なんか人工知能の最初の方の研究から始まっていて、でそこから、90年ぐらいに原型ができてきたんですけど、それを実際になんかその、実運用したっていうのがなんか京都芝三内対話システムっていうのがあったんですけど、これ京都市で ある電話番号に電話をかけると、次のバスがバス停に何分に来るかっていう、何分後に来るかっていうのを教えてくれる画期的なシステムだったんですけど、まあ、QR コードが普及したことによって、そんな対話システムだったら使わねえよっていうので消えたっていうシステムです。で、まあ、そこから、まあ、冬の時代がまた10年ぐらいあったんですけど、まあ、Siri が出てきたことを、まあ、境にして、まあ、いろんなところが対話システムで実は使えるんじゃないかみたいなので、いろいろアプリケーション出し始めてきたと。で、まあ、機械学習を使って対話の研究をしましょうとか、対話システムを作りましょうっていうのが今のトレンドになっていて、まあ、その中でも今日お話しするのはそのニューラルネットの話が中心になってくるんですけども、まあ、機械学習を使って最近だとそのダイアログセットトラッキングチャレンジみたいなもので、その、対話のタスクっていうのをこういうふうなものと定義して、その中で皆さんデータセットを配りますからちょっと精度を競ってくださいみたいなことをやったりしています。で、音声対システムの基本的な枠組みってどういうふうにできてきたかっていうと、まあ、音声入力があります。まあ、音声入力がない場合はここもう最初の音声認識はないんですけど、まあ、テキスト入力でもなんか入ってきた音声を、まあ、文字で書き起こして自然言語の形でシステムに入力が入ります。で、システムに入力が入ったものに対して、まあ、そのシステムに入ってきた入力がどういうものなのかっていうのはやっぱりその機械で判断できる形に直さないといけないので、まあ、それを直すためにその言語理解、まあ、SLU とか MLU とか言われるもので、まあ、マシンリーダブルな形に直します。で、マシンリーダブルな形に直した上で、
対話の履歴とかを考えながら、今の対話の状態がどういうものであるかとか、まあ、これに対してどういうアクションをしてやればいいんだとか、そういうことを決めるようなのが、まあ、対話制御と呼ばれるようなモジュールになってきます。で、まあ、次に何をするか、まあ、協定からバスに乗りたいって言われたんで、次どこに行くかを聞きましょうっていうふうになったら、まあ、どこに行きますかっていうのをこれに応じて、まあ、人間が分かる形の自然言語に直してやるっていうことをやって、で、まあ、音声対システムだったら合成をして音として出力するみたいな、まあ、全体の枠組みっていうのはこういうふうになってて、でその今までの音声対システムの研究っていうのは、まあ、一個一個のモジュールの精度を どれだけ上げていくかみたいな研究になってたんですけど、まあ、最近エンドツーエンドって言われてるのはどういうことかっていうと、もうなんか理解とか対話制御とかしなくてもいいんじゃないか、うん、もうこのまま認識結果そのままつなげちゃって生成を出しちゃえばいいじゃんみたいなこと、まあ、でなんか飛ばせばエンドツーエンドって言われるんじゃないかっていう感じになってきてるんですけど、まあ、もうちょっとちゃんと言うと、まあ、特定の、まあ、モジュール、まあ、ある基本的には複数っていうふうに考える場合が多いんですけど、あるモジュールの入出力っていうのをニューラルネットの入出力としてで解きましょう。まあ、もちろんだから音声認識だけのモジュールを、まあ、ニューラルネットで精度を上げるみたいな話とかも、言語理解の精度を上げるみたいな話もあるんですけど、基本的にはまあ引っ付いてもニューラルネットで解けるんだったら解いちゃいましょうというのが、まあ、エンドツーエンドと呼ばれるようなアプローチです。で、まあ、こういった傾向がどういうところから出てきたかっていうと、まあ、2014年のシグダイアルという会議で、まあ、ダイアログセットトラッキングチャレンジっていうのがこれの前年ぐらいからあったんですけど、ここで、その入力群からその対話の状態を推定する、ちょっとすいません戻りますけど、まあ、入力群こういうその強制からバスに乗りたいみたいな認識の結果があった時に今の状態がどういう状態にあるかというのも、まあ、言語理解を飛ばしちゃってここを推定するみたいなシェアードタスクがあった時に、まあ、そのシェアードタスクに対してとりあえずもう入力は音声認識の結果を使ってで、まあ、一応 SLU の結果もここで使ったりしてるんですけど、もうそのまま対話の状態をリカレントでどんどん出力していきましょうみたいなアプローチが、まあ、されたのが特に、その対話システムのこういったエンドツーエンドの、まあ、最初の方の話だと思います。で、まあ、このダイアルステッドトラッキングっていうのは、割とその対話のユーザーが何を言ってるかをまあ、推定するみたいなタスクで基本的なタスクとして扱われてるんですけど、まあ、それを LSTM でやるみたいな話、まあ、これはうちの、研究室でやったやつなんですけど、まあ、長生きでは何がありますかみたいな話から、このアクティビティを探しているというタスクでこのエリアという、スロットとして奈良が埋まっているみたいな話っていうのを、まあ解くみたいなのがあったりとか、最近だともうまあ、LSTM からやっぱり CNN に変わってきて、まあ、入力も、まあ、これ、その対話状態推定の話が、もともとが中国語のコーパスだったりするんですけど、その中国語をもう単語だけじゃなくて文字とかの情報も全部バーッと CNN として入力しちゃえばなんかうまく出るでしょうみたいなことをやっていくというようなアプローチっていうのが出てきたりしています。で、まあ、要するにこういうのもある種エンドツーエンドって言われる言えるとは思うんですけど、まあ、皆さんが対話においてエンドツーエンドって言われて思い浮かべるのはやっぱりそのさっきの入力群を入れたら出力群が出てくるみたいな話のところで、まあ、こういうアプローチ自体は実は、その、まあ、皆さん想像されるのはセクツーシンクエンスのモデルだと思うんですけど、まあ、そういうのが出てくる前から実は用例対話という枠組みであって、まあ、もう本当に入力発話がこれが入ってきたらこれを出力するみたいなことを考えた時に、またたくさんこの入力発話と応答の例っていうのをたくさん集めちゃえば、まあ、そのデータベースがそもそも良い対話システムになるんじゃないかみたいな考え方をするようなものです。でもちろんそのスロットを使うようなタスクではこのスロットのバリューっていうのを、まあ、とりあえずスロットの穴を開けておいてそこを埋めるようなことをやるんですけど、で実際にこれを対話システムとして動かすときはどういうことをやるかっていうと、まあ、
利用例としてこんにちはとかお手洗いはどこですかとか今何時ですかとかなんかそういう要例があったときにユーザーがこんにちはお手洗いを探していますみたいなことを言うと、まあ、単語で区切ってその単語のベクトルとこの入力発話例それぞれの単語のベクトルっていうのがどれぐらい似ているかみたいなのをコサイン距離とか、まあまあ、もちろんエンベティング取ってそのエンベティング空間で距離を取るみたいなこともやったりはするんですけど、まあ、そういった中で、とりあえずこの2番目の要例が当たったので、まあ、2番目の要例の応答に対応するところをそのままユーザーに対する答えとして使うみたいなことが、まあ、やられていました。で、まあ、セックセックは結局こういう要例の選択みたいなものじゃなくてここもエンコーダーデコーダーで生成をやっちゃいましょうというのが、アプローチ考え方です。でエンコーダーデコーダーっていうのは結局なんか入力エンコーダー隠れ層に対してどんどん単語を入力していってで文が入力し終わると今度はそれに対する出力をどんどん入っていくようなデコーダーっていうのを、まあ、リカレントニューラルネットワークなり LSTM で学習しましょうというようなアプローチですね。でまあ、これが多分2015年ぐらいにアーカイブに上がってで多分 Facebook かどこかがやったと思うんですけど、まあ、それで結構流行ったっていうようなのがあります。ただ、まあ、これある種のものに対してはうまくいくんですけど結構うまくいかないみたいなことも報告されていて、まあ、それ後半ではちょっとその辺なんでなのかっていうことを話したいと思います。で、まあ、これ以外にもまあ、ニューラルネット使って対話のいろんなモジュールのところを高精度化しましょうみたいな話はあってで、まあ、それに関連する技術としてその対話っていうのは強化学習、いわゆるエンフォースメントラーニングというものがよく使う、その対話の制御の研究で使われたりするんですけども、まあ、それも、いわゆる、まあ、DKN、まあ、アルファ5とかで注目されましたけど、うん、DKN 使ってまあ、やりましょうっていう研究があったりします。こういうものがあったりします。で、まあ、強化学習、まあ、ちょっと B とか A とか書いてありますけどその B っていうのが、そのユーザーの言った内容だと思ってください。でユーザーが何を言ったかだから、京都駅からバスに乗りたいですと言った。で A っていうのが、まあ、システムのアクションの方法、どこにどこから乗るんですかとか、確認をするとか、なんかそういうアクションの方法だと思ってください。で、強化学習でそういう対話の制御の問題を解くような場合っていうのは、ユーザーが言った内容と、アクションの方法っていうものの組み合わせ全部に対して、その強化学習における求知っていうのを求めます。で、この求知が一番高いものを、高いやつ、この組み合わせによって求知が一番高くなるような A っていうのを今のユーザーの状態に対する行動として決めてでそれで、まあ、その行動を決めるみたいなことをします。で、まあ、DQN っていうのは基本的に、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。ちょっとこれ30分で全部説明するのは厳しいんですけどまあ、強化学習の一種でその環境とか状態に対して次アクションをどういうアクションをするのが将来の報酬を最大化するみたいな話を、まあ、求学習とかで解くんですけど DQN の考え方はそういうものをもうあのこの求知の値が求まればアクションその求知を最大化するアクションの値っていうのは求まっちゃうんだからそれもたくさんサンプル用意して教師あり学習でニューラルネットで解いちゃいましょうっていうのが基本的な考え方です。でまあ、これがあってで一番ちょっと最初の方に出てきたなんか LSTM を使った対話状態の推定みたいな話があると、まあ、もうそれをひっつけちゃうみたいな話っていうのが出てきたりするわけですね。でここでいろいろとややこしいんですけどここの OU っていうのがそのユーザーが今何を言っているか、要するに京都駅にバスで行きたいんですけどみたいなことを言ってる京都駅からバスに乗りたいんですけどみたいなことを言ってると思ってください。でそれに対するアクションの候補っていうのがいくつかあってでそのアクションの候補っていうのを、その今ユーザーが何を言ったかっていうのを確率変数化したものがこの B っていうものなんですけどもその B っていうもの と、そのアクションの候補っていうものを組み合わせてで
まあ、その窮地っていうのを求めてやる。でその窮地の候補っていうのがたくさんあるんですけど、まあ、たくさんある中でその候補をうまく枝刈りとかをしながら、まあ、この場合はこのアクションをやればいいんですよっていうのを、その、ここの部分っていうのは本当に今までのそのダイアログステートトラッキングと呼ばれてたもので LSTM で動いているようなもので、でここの部分っていうのがその先のその状態が推定された結果次に何の行動を起こせばいいかっていうその強化学習の枠組みだったところがこの緑のところで、まあ、それをもうネットワークでつながっちゃうんだからつなげちゃえっていうのでつなげた後に全体のニューラルネットをファインチューニングするみたいな話が、まあ、去年の夏ぐらいに出てきています、まあ、ちょっとこれ多分学習データかなりいるんで本当に実際のタスクで動くのかみたいなことは言われてますけど、まあ、こういったものが出てきたりしています。で、まあ、本当にだからこんな感じでちょっと技術動向の紹介ばっかりになっちゃってるんですけど、まあ、それ以外にもその対話に関してそのどんな対話システムが何を言うかみたいなことを制御しましょうみたいな話っていうのが、まあ、要するに言語生成の問題ですね。言語生成の問題っていうのは今ちょっと注目されているような、内容になってまして、でそれを、リカレントであるとか LSTM でうまいこと、要するに RNN 言語モデルの枠組みで、やりましょうということをやっています。で、まあ、ちょっと多分知ってる方は分かるかもしれないんですけど、この上のところの LSTM のところっていうのは本当に LSTM を使ったただの言語モデルなので、なんかその言語モデルに従って次の単語の確率がポンポンポンと出てきて、でその確率の値に従って次にそのシステムが何を言うかっていうのが決まるようなモデルになってるんですけども、本当にこれただの確率的言語モデルなので次に何を言うかっていうのは、もう本当にその言語モデルに対して与えられる乱数任せになっちゃうんですけど、まあ、そういうところをうまくコントロールするようなダイアログアクトベクターみたいなのを作ってやって、でダイアログアクトベクターのダイアログアクトセルですかね、あのダイアログアクトセルのところで、まあ、あのコントロールしましょうみたいなことをやるっていうようなアイディアがあったりします。で、まあ、まあこれは多分僕が、紹介のスライドを上げた気がするんで、また、スライド、まあ、多分このスライドもアップロードするんですけど、またそこにリンク貼ったりすると思います。でちょっとアイディアとしてはどういうものかっていうと、例えば、これレストラン案内のタスクなんですけど、ちょっと文字小さくて申し訳ないんですけど、ここの何を言うかっていうことを、まあ、その上のセルが言語モデルで下がその対システムが何を言わなきゃいけないかっていうことに対応してるんですけども、何を言わなきゃいけないかっていうことがその対話システムが言えること全部の候補っていうのをワンホットベクターで持っているようなもので、でその中で言わなきゃいけないことだけ1のベクトルが立っているようなものになってます。で、まあ、それとその言語モデルを組み合わせて学習をしてやることで、なんか知らないけど上の言語モデルがここで言うべきことをちゃんと言うようになる。だから、これの、ね、例だとなんかセブンデイズっていう中華レストラン中華料理屋さんがありますよみたいな、内容をその対話システムの発話として言ってほしいみたいなことを要求したときに、まあ、なんかそれを勝手に言うようになると。まあ、なんかこんな感じでそのニューラルネットっていうのはその対話のもういろんなモジュールに対して適用されていて、で、まあ、対話のモジュールの中でもこうこことここをひっつけて、こことここを入力と出力にしてやってみようみたいなのが、まあ、いろんなネットワークを試行錯誤してやられてます。で、まあ、基本的にはだから内容的にはシークエンスとシークエンスもその一つではあるんですけど、なんかやっぱりエンドツーエンドやってみたけどなんかうまくいかないみたいなことがよく、言われるんですけど、結局なんでうまくいかないかっていうと、その応答が1位でないもの、だその対話っていうのは応答が1位でないものっていうのをたくさん学習しなきゃいけないような場合があって、まあ、そういうものをなんか、シークエンスとかエンドツーエンドで学習しようとするとどうしてもうまくいかないと。で逆に言えばそこが写像になるように問題を定義してやることができれば、学習がうまくいく。
ということが、まあ、言われています。で、まあ、これに関して、これあの僕のボスの川原先生っていう人なんですけど、なんか川原先生が、まあ、ニューラルネットワークやディープラーニングは基本的に写像を認識する問題であって写像を定義するものではありません。これはどういうことかっていうと、やっぱり、人間がちゃんとこれを入力した場合はこれを出力するというような問題を定義してやって、で適切なネットワークを組んでやるとエンドツーエンドとかニューラルネットっていうのは動くと。で、まあ、ただそういう写像を定義できる、その要するに入力と出力を決めてやったらその中のどういうふうに写像を取るかっていうのはニューラルネットは勝手に学習をしてくれるんですけど、まあ、それができるかっていうのは実は人間がどうタスクをデザインするかにかかっているというふうになってます。で、まあ、ここまでにいくつかお話した対話の、アプリケーションでニューラルネットを使うみたいな話っていうのは基本的にこういう写像をうまく定義している例だと思ってください。で、その結局エンドツーエンドで解けるもの解けないものみたいな話っていうこと、まあ、その川原先生のこのやつは続きがあって、もう写像問題に置き換えられてかつ性格がきちんと与えられるものについてはディープラーニングでほとんど解けます。まあほとんど解ける、大体解ける、学習データさえあれば大体解けます。でもそれ以外は難しいってことはどういうことかっていうと、要するにこう言われた場合にこう答えるみたいな対話みたいな話だと、挨拶だったらある程度パターンが決まってたりするからできるでしょう。まあでもなんかそれぞれの個人の好みを聞くみたいな話だと、いろいろ候補が出てくるのでそういうのは難しいでしょうと。まあ、そういうところでやっぱり問題をちゃんと切り分けて、で、結局自分がこういうもののアプリとして何をどういう写像を構築したいかっていうことをよく考える必要があるということです。まあ、だから自分が解こうとしている問題が写像として定義できているかということをちゃんと考えれば、多分その対話みたいなものでもうまくエンドツーエンドで解ける。もっと言うと対話でなくてももうそのエンドツーエンドの問題として解けるはずです。もちろんそのネットワークをどういう形にするかとかそういったところはいろいろ試行錯誤はいるかもしれないですけども。で、まあだから要するに新しい組み合わせを写像として定義できればなんかワンチャンある。要するに。新しいなんかアプリを作りたいみたいな、作って一山当てたいみたいな話であるとか、そのなんか新しいタスクを定義してニューラルネットで論文を書いてなんか有名になってやるぜみたいなのは、要するに自分がやりたいことがちゃんと写像にあるものの写像になっているか、あるもの入力と出力の写像になっているかっていうことを考えて、でその組み合わせが写像になっているっていうのを確信できれば、なんかニューラルネットでやったらワンチャンあるかもしれないということです。で、ただまあ本当に面白い研究、ここまでは、そのニューラルネットの性質に関するものなんですけど、やっぱり本当に面白い研究は写像を定義できるシステムを作ろうとする調整にあるはずだと、私は個人的には考えています。で、最後になりますけど、そう思う人は中村君に見ていただいて、一緒に研究するなり、共同研究していただくなりしましょうというお話でした。はい、以上です。質問タイム。そうですね。なんか質問があれば。正解が1位であるときはできるみたいな話だと思うんですけど、はい、そうでないものに対してのアプローチとして画像系ではガンが今すごく流行ってると思うんですけど、そうですね、はい、原本に対してはガンで、そっちのモデルの方に任せちゃうっていうのはあんまりまだ今のところ来てないというふうに見ていい。ですね、ガンを使ってその画像生成をやるみたいな話で、その画像に関していろいろとその入力する言語を変えてみてみたいな、その入力をいろいろ変えてみてみたいな話はあるんですけど、ただ GAN の出力自体に言語を扱うみたいな話はちょっとないんじゃないかなというふうに思います、ね、ちょうど今日対話かなんかを GAN でやるっていうのとうとう上陸したかと思って
で出たらしいです。発話に関する極性とか、だから要するに極性事象みたいなものを使って、まあ、それがポジティブなもの、ネガティブなものがどういうものがあるかとか、あるいはそのエンティティの名前がどういうものが入ってるかとか、あるいはもうエンティティの名前が入ってそうかな、そうじゃないかみたいな、まあ、そういう特徴とかを入れたりしてます。ちなみにさっきの論文なんですけど、アドバーサリアルラーニングフォーナチュラルダイアログジェネレーションという論文で、スタンフォード大から出たやつなんで、興味があれば調べてます。私もちょっとまだ読めてないんですけど。アーカイブですか？アーカイブです。まあ、質問といいますか、非常に難易度のコメントかと思うんですけど、はい、そういうそのエンドトゥエンドで、例えば複数タスク の, そのを組み合わせたような高次なタスクをやろうとするときに、アーキテクチャとして、多分ネットワークを例えば複数それぞれのタスクに対応したものを作ってもいいけれども、はい、十分自由度を持ったようなネットワーク1個でもいいはずで、ただ実際はそれをやるとなかなかうまくいかないっていうのがあると思うので、はい、設計上のその、なんていうんですかね、そのなんか職人芸的な部分っていうのはあるものなんですかね。はい、まあ、あるのはあります。で、まあ、やっぱりこの話でもその同じ学習データでこことこことここのラベルが全部揃ってるみたいな学習データっていうのはそうそうなくて、で結局ただこことここが揃ってて、でこことここが揃ってて、であとここがこことこことここが別のデータであるみたいな状況の時には、まあ、本当にその入力と出力として定義できるところをまずネットワークとして学習してやって、で、まあ、全体の少量のデータでもなんかつなげた後ファインチューニングしてやるみたいなことをやると、まあ、割とうまくいく傾向がある。じゃあやっぱベースとしては DNN を使わないシステムを構築するときはもうこうするみたいなのがあってっていう感じ、まあ、というか既存のデータセットがやっぱりそういうところに基づいて作られている場合が多いので、まあ、そういうところを経由する場合が多いと思いますけど、まあ、あんまりそういうところが関係ないのであれば、まあ、確実にここを通るはずだみたいなのがあるときはそこの中間の状態っていうのをなんかうまく使ってやる。